ヤッホー。川島康介さんと知り合いですか？どの人だろうか。あ、元ちゃんおめでとう。あ、葉月さん、葉月さん帰ったら前でやってほしい。お願いします。で、早い。もうこっちは夜です。久しぶりに、めっちゃ久々にライブやったかもしれない。ドーナツボーイは、ドーナツボーイはね、頑張ってって言って、まだとか言っちゃいけないか。朝日ビーケセンちゃん向けてある。あ、マチマチやん。マチ帰ったら練習しよう。これ可愛くない？タトゥーショップでもらったんだけど。え、マジでさ、みんなさ、また待ってますよって。どういうことだろう。別れたら立ち直りが教えてくださいとか、受けるとか言っちゃダメだね、ごめんなさい。ね、そんなのね、ないよ。別れたらね、どうだろう、立ち直る気合い。でも自分が何かさ、好きなことがあったら。メラベどうでした？なんかそっちで掘ったって。何？メラベさんにめっちゃ切られて、あのアザラだけ。BCA 飲み方増える。練習の時に飲む。え、でもあのハレオの EAA はね、朝起きても飲んで大丈夫。練習中も大丈夫。なんかそっちで掘ったって。どういう意味だろう。好きちゃん振られたことない。残念ながらあるんですね。残念ではないか。毎回振られる。ヤッホー。痩せたい。なんだ。え、痩せたい、痩せなくていいと思うって思っちゃった。でも痩せたい、本当に痩せたいって思ったらきっと痩せると思う。あ、掘ったって。すみ掘ったの撮影会は掘ったよ。絶対朝日笑ってるよ。よくわかるね、みんな。帰ったらもう一回掘りに行く。練習したくない日ってある。めっちゃある。アルジャメインさんどうでした？めっちゃいい人。月がもういいや、もうやめよみたいな。ラスト1本とかだったんだけど、あ、もう疲れた、もうやめよみたいな。でポンって座ってたら、おいやるぞみたいな感じで、みんなにそうやって練習でボコボコにされた。スヌキンのネックレスはね、忘れた。どんな時にしたっけ。練習、うーん、疲れちゃってる時とか。モチベーションはない。気合で。水木さん今家に来ててね、これもらった。練習してシャンプーの検定中だって。直樹と同じくらい体重あってバンタムだから、
5キロくらいやるんじゃないかな。恋してます。いいですね。いいことです。恋することはいいことです。弟と同じ名前です。いつき？いつきって男の子が多いんだよね。いつきもね、いつきって名前がついた理由はね、パパがね、もし生まれた時に男でもいいようにいつきらしいよ。そんな付け方ありますか？レペゼン足立区。今は私の英語が話せますか？アーセンはね、明日迎えに来てくれる。あ、明日じゃない、明後日だ。あと5分くらいやるね。今パッキングしてたんだけどね。帰ったらマジで楽しみ。ニューヨークありがとう。 Thank you。 このね、この中身はね、エイリアンのねラムネ。ドーナツはね今日ねないの。あ、嘘、食べた、ごめん、なくない。しかもその絵文字のドーナツ食べた。アーセン君はなんで言い伝えちゃったんですか？わからない、わからないって言うしかないよ。よ、最近頑張ってるよね、みんな。カイ君、こないだ、え、いいや、こないだあれだもんね。どこ、腕、なんか嫌だな、嫌だな。あ、マイさん、マイさんのトレーニング見習っていつきもいっぱい動きたいと思います。アーセン君と喧嘩することあります。帰国したらマルエツ。マルエツね、マルエツいいよね。マルエツ好き。見てる人かわす、マミさん、マミさんやばい、マミさん一番会いたい。マミさんやばいんですけど、マミさんやばい、本当にやばい。マミさんやばいんですよ今。やばいことが起きてて、やばくはないか別に、ちょっとやめよう。マミさん可愛いですよね、これ。マミさんにお土産買いましたよ。今見せちゃおうかな。どうしよう。ちょっと待って、笑っちゃった。てか試合の発表はいつなんだろうね。ドーナツボーイは。カイ君はね、カイ君はね、あのバスケのね、バスケのカイ君なんですよね。あ、ザンボワンが、ヤッホー。ライブの視聴者にお土産はないです。ハロー、いいね押す、ハローに。日曜日の朝だもんね、そっちは。まだ月、土曜日の夜。シュウさんにね、さっき会ってね、言ってたよ。試合決まったんだよねって。シュウさんにクロワッサンもらったんだけどね。あと2つ残ってる。マミさんいなくなっちゃった。髪の毛はボサボサだからほどけない。マジでもう美容院の予約したもんね。
こんなに伸びたもん。ブストのニューヨークエピソードはね、いっぱいではないけどあるかも。あと1分くらいで終わるね。あ、でもどうなんだろう。あ、てかさ、めっちゃこれ質問なんだけどさ、いつき3回目のワクチンしてて、あの証明書は2回目までの記入しかないんだけどさ、こういう場合ってどうなるんですか？ PCR 検査受けた、陰性でした。気をつけて帰国。14時間のフライト、意味わかんないよね。機内食何回食べるんだって話。見上げ楽しみすぎない、また8つ、汗、自分は8つ、汗。あ、やばい、1分経った。じゃあ次は準備するからって言ってまだ切らないよってやつ、ボスにもらった。これチョコ食べよう。あ、筋肉カステラさん、さっきコメントもらった、いつき読んでたのに話さなかった、すいません。自分が、え、めっちゃ美味しそう。自分がいない時に、スクショだって、これがいいじゃん。自分がいない時にすみません、また来てください。うわ、いかにもこれ太りますって感じ。おいしい、うまっ、うん、じゃあお月の部屋の紹介しようか。ちょっと汚いです。あ、お土産が見えちゃうじゃあみんな元気でね。